1.6 リッター NA ながらクラス最強の200馬力エンジンを搭載するパルサーがバージョン2となって再登場。外観に大きな変化は見られないが、マシンのポテンシャルアップを狙ったモデルに仕上げたらしい。そこで今回の企画は、テンロッキングのシビックとタイマンバトル。 N1 レースでも激しいバトルを繰り広げているこの両軍、果たしてトータルバランスに優れる海のシビックタイプ R をパルサーは破ることができるのか。最強の戦力はどっちだ。パルサー N1 バージョン2対シビックタイプ R。 さあやってまいりました、史上最強の戦力王者はどっちだ。またシビック R ですよ。まあ胸を貸してあげよう。何言ってんの、前こんな路面で俺やった覚えありますよ。このパルサーのこのバージョン1の時かな。馬力一緒でしょ。うざい。とにかくならバトルしてあげよう。やってみましょう。行きましょう行きましょう。もう簡単だよ。無知な男だ。敵の内容を調べておくべきだ。パルサーのポテンシャルはいかに。因縁の対決スタート。一緒。発進加速はほぼ一緒。さあさあどうなる、この先はどうなる。まあ先に行かしてやろう。アンダーが強いのか、ドリドリはサイドを使いながらコーナーを小さく回って前に出る。はい。じゃあ上りの動力性能は。横向いてる。よし、残りはやっぱり200馬力だな、相変わらずな。ストレートは速いぞ。シビック R を15馬力上回るパルサーが逃げる。楽勝。パルサー君速い。速いパルサー君。なんてたって速い。コーナー速いよ、あの車。前回はコーナーめちゃくちゃ遅かったし、立ち上がりも遅かったのに。早い。なんか早いぞあの車。どうしたんだ。なんかコーナー早い。どうなってんの。遊ばれてる。遊んじゃおうかな。服部さん、あんた出てますよ。あんた。余裕のドリドリはアウトから進入、サイドバイサイドだ。なんだよ、本当にパルサーか。速いぞ。バイバーイ。これいい車だこれ、ね、本当にこんなに違うの。ちゃんとそこそこ、ま、曲がってんじゃんかよ。試験の縁石もしなやかな足で楽々飛び越え、余裕のパルサー。どうしたテンロッキングシビック。また遊んでやがる、この野郎。遊ばれ続けているハッチャン、ここで一気に前に出る。それにしても今日のパルサーってそんなにいいんすか。すごくいい車これ。服部さん聞いてます。よし、今度は負けないぞ。引き離すつもりの服部シビックに上りで滑るドリドリパルサー。対等どころじゃない、ほらここで近づいてっちゃうの。ドリドリ、後ろから見てシビックとの違いは。ここでシビックタイプ R はアンカー出てるもんね。もうついてみると分かるでしょ。危ねえ、行き過ぎてる。さあ、ローマで落とす最終コーナーを立ち上がった。いい感じだよね。ドリドリ、本当にゴールまで追いつくの。さあ、どっちだ。離さでシビックだ。まあ、服部君、勝負に勝って結果で勝たせてあげたってやつかな。けどね、まあ前でゴールしたはいいけど、ちょっと気に食わねえな。あ、遊ばれまくってるような気がしたな。そんなことない、一生懸命だって俺。あら。一生懸命、一周だけは一生懸命。あとやめたけどね。